昨日届いたグリマーの T シャツなんですけど今朝ですね着ていこうかなと思ってこう広げたわけなんですよねで着ようと思って広げたんですけど何かこう感じが持った感じが違うなと思って、えー、まあ以前から使っていたものをとですねやっぱり比べてみるとサイズがちょっと大きい 買ったんで,すよ、ね、でまあなんで気づいたかって言ったら、まあ本当感覚的なこと感覚的なもので、まあ、今まで、えーまあ、10枚くらい通算でですねグリマーの T シャツっていうのが起きてきた中でなんか明らかにこう持ったことのない重さ <laughs>。 ほんんのわずかなんですよこれ測ってみたんですけどやっぱり数グラム違っていてでこう広げた感じもなんかすごい大きいなと思ってであこれまあ確かにで、ね、サイズあ間違えたな間違えたのかなと思ってタグを見たらサイズはあのやはり注文したものとお間違いはないというところでじゃあ一体何だ何なんだとこの違和感はっていう ところでまああのメーカーさんですとかね、えー、販売店さんに別に問い合わせてはいないんですけどまあ単純に個体差なんでしょうと、えーまあ、勝手に私は今結論づけてるんですけどでやっぱり重ねてみたりあとはまあ測ってみたりしたんですけどやっぱり 1cm とか 1.5cm とか。 やっぱり違うんですよね、長あのサイズが。で、まあ L まあ、例えば LLL っていうことで、まあ、2つのサイズあの、手持ちであったので、えー、やっぱり比べてみると、あのまあま、間違いなく、あのー、重さですとかね、まあ、大きさっていうのも違うのが分かるんですけど、でまあ、今回の,の 1cm とか、 1>, まあ1 5センチってまあそれと比べたらですねまあ本当に誤差の範囲なのかなってまあ少しはちょっと思いつつもですねまあ納得というかまあ正直言ってないんですけどやっぱりこう10枚くらいこう着ていた中で本当に変わらないこうなんか品質というかこう安心してまあこのサイズ感 っっててていいうのが分かっていてで、きてでずっとき切られていたわけで,で、ここに来て初めてですね、本当小さいことを言うかもしれないんですけど、1cm、1.5cm ってものすごく大きくて、例えばえまあ肩の,この首から、ちょっとピントがよく合わないです、この首からここまで、この長さ。 この長さ 1cm もしくは 1.5cm 違うだけでかける2ですからね単純になんでもう幅がやっぱり3センチとかそれくらい変わってくるわけででその着丈もですね例えばこれかん単純に 1cm っていう、まあ、長さだとすると本当にこう下にこうバーンと伸びたような なななんんんかそんなあの着た感じになるんですよ、ね、まあ別に見た人からこれそれを見た人がですねなんかあの何も思わないと思うんですけどやっぱり着た人間としてはすごいなんか一回り大きなこうサイズのものを着てるような感じででまあこれ縮まないんですよね <laughs> なかなか <laughs>。 洗濯何回しても別に縮むものでもないですしまあ洗濯の仕方にもよるんでしょうけどまあ縮んでくれさえすればまあまあいいんですけど縮まないですしあと肩崩れも本当にしないんですよねこの T シャツなんか褒めてんのかけなしてんのかよ,もうよく分かんなくなってきましたけどこう首の,あの周りとかですね全然よレよレにならないですし なので多分このサイズ感は、まあ、このままあのずっと、えー、ボロボロになるまでこう続くんだろうなって、えー、思いながらですねでもまあ念のため念のためというかあのー、まあでもこういったの T シャツとか服とかその数センチの誤差は。 そのご容赦ださいみたいななんかそういう文言も <laughs> あんまりも見かけないような気がしてうんでこういう大量生産まあこれ日本で作られてるのかなそれちょっと全然見てなかったですけど家庭日本製だと思ってたんですけどえどうなんかなあベトナム まあまあうんまあでもまあ誤差の範囲なんでしょうけどまあでも今までがですね、まあ、本当に安定していたその品質というかですね、まあ、こういったことがなかっただけにいやーちょっと今回のこの1枚 <laughs> うんまあ残念というかまあまだ。 あの問い合わせも何もしてませんので、いや、もうそれくらいはもう誤差なんで、もう勘弁してくださいよっていう <laughs> あの回答をもらえればですね、あやっぱりまあそうだよなっていうことで、<laughs> まあ金額も金額ですしね、えーまあ、どういった回答をいただけるのかっていうのもちょっと興味があるところなんですよね、まあ、あの好きなあのメーカーさんでもありますので。 まあなので、えー、後日ですね、明日,明後日、まあさって土日ですので、まあ、多分あのー、メールなんかしても返答は多分週明けになると思いますし、えーまあ、どうなるかちょっとわかりませんけれども、えーまあ、また問い合わせした結果っていうのもですね、えー、記録お伝えできたらなというふうに思います。品質は それ以外の品質はもう全く問題ないんですよねただ微妙にちょっとサイズが今までのものとちょっと違ったということでまあ小さい細かいこと言う人間なんですよねはい <laughs>、はいえー、ということで以上